どうですか？感覚はつかめそうですか？ああ、性能はなんとなくだけど理解したよ。でもこれ、おいそれと使えるものじゃないだろ。今だってルライルにずっと脳の修復をしてもらっているおかげでどうにかなってるけど、すぐ脳がダメになる。そうでしょうね。その目は A 転換をマスターしている、もしくは A 転換で入ってくる情報を約 90% 以上の処理能力速度を持ってやっと扱える代物です。許容範囲を容易に超える情報を入れて無理やり脳を動かし、体を動かしているのです。即脳が熱を持って焼け切れますよ。大事なのはインプット回路の強化、そして脳に情報がたまらないようにすぐに流せるようにする、アウトプットまでの誘導性の強化、もちろんアウトプットの出口が狭ければ情報が詰まり、即オーバーヒート、楽じゃない？今は脳が焼き切れないように一時的に補強している。そうすれば焼けたり、破けたりする心配はない。でもこうやって私がずっと後ろにいるわけにもいかない。どうする？能力で脳を強化ってできないのかな？できますが別に直接脳を強化しても意味がありません。情報量というのは質量として存在しないものです。大事なのは脳を使う負担量を軽減することです。ならまだ A 転換を使う方が全然マシです。顔近くない？今は A 転換の視力検査を行っています。それに合わせて先ほど教えたあなたの新たな目の力、K 転換の視力検査を行い、医療という分野で情報量を制限する術を施します。待て、K 転換の視力に合わせるってことは A 転換や通常の視力が著しく落ちるんじゃないのか。そうですね。最悪通常時の目では何も見えなくなるかもしれません。A 転換で通常視力、K 転換で A 転換並みの視力となるように調整します。これからの戦いは今まで以上に短期決戦を要求されるでしょう。ですが脳の負担が少ない状態で K 転換を扱います。私ができることはこれくらいです。通常で A 転換、真核解放で極流眼を扱ってもよろしいですが、今回は計算に入れてませんので自己責任でお願いします。いや、全然見えない。全部ぼやけてるぞ。その代わり A 転換使用時の負担が相当緩和されているはずです。今のあなたは私と同じように通常時でも A 転換を扱うことができるでしょう。オーラの消費はありますけどね。あ、すごい。A 転換って今まで見えすぎて気持ち悪かったのに、通常時の視力と変わらない。次は K 転換を使ってみてください。感覚はもう掴んでいますよね。ああ、わかった。すごいな。目から入る情報量が A 転換の時と同等、多少は楽だな。視力調整で目から入る情報量を緩和させただけで効力は変わっていません。長時間の使用は厳禁ですよ。よし、これで行ってみようか。準備できたぞ、知る。ここの中にいる奴の情報を教えてくれ。結局あなたは誰かに頼るのですね。恥ずかしくないのですか？別に俺は一匹狼を気取ってるわけじゃないからな。俺に力を貸してくれるなら遠慮なく借りる。俺はそうやってここまで来たんだからな。はあ、まあいいです。あなたが成長してどうなろうと私は関係ありませんからね。この部屋にいるのは絶無の究極系、あらゆるものを無力化することに特化した人です。能力も無効化、オーラも無効化、倒すのは己の力のみ、相手はこっちの状況お構いなしに能力をどんどん使用してくるでしょう。つまりゼッカと同じタイプだな。オーラまで無力化するあたりゼッカの上位互換っぽいけど。そうですね、あなたにとっては戦い慣れたタイプの相手となるでしょう。ためったね、ここまでの戦いでどこまで成長したか、私に全部ぶつけてよね。俺とゼッカの実戦訓練での勝率は約5割、ゼッカの場合直感がすごすぎて苦戦してたイメージだけど彼女はどうか。よし、点検もしっかり見えてる。視力が落ちてる分、はっきりとは見えないけどうっすら見えるだけでも十分だ。さて、いつもなら先行後攻って決めてもらう流れなんだけど、私はぜひあなたには先行を選んでほしいな。もちろん私には不利な選択だよ。逆境って好きなんだ。不利な状況から追い上げ追い越し、勝ちを得る。最もかっこいい勝ち方、不利であればあるほど私は燃える。心理戦。ってわけでもないな。先行、俺も欲しかったし、絶無とわかっている以上注意点は理解してる。大丈夫だ。わかった、なら俺から先行をいただくよ。自然光、演技。自然光、アクアショット。さすが、初っ端から嫌なことをしてくれる。でも視界良好だけどね。私の A 転換紫は視界妨害を完全に除去する。つまり見たいものがあればどんな障害物があろうがお構いなしに対象物を見ることができる。もっと能力や殴り合いで飽きてきただろう。一つ武器を使っての戦いはいかがかな。罠だな。俺が能力で武器を作っても相手の好きなタイミングで消してくる。俺にとってメリットは何も。自由な発想、相手が有利と思える状況も発想の転換で逆転できる。いいねいいね、じゃあ早速。ここだ。即座に
私の武器の中心を突いたか。面白い、この武器で少しは楽しもうって考えてたけど、まさか一撃で撃ち落とすか。回転物に手を出さない、常識だ。どうした、私の首をはねないのか。若い、これ以上詰めたらお前の反撃に対応できなくなるだろうが。武器を消して近づいてきたところに蹴りを入れてやろうとしてたけど、読まれてたか。ご褒美だ、私の顔に傷をつけさせてやるよ。引き察知能力も良好、ルナのおかげで暴走は収まってるみたいだね。武器が抑えられたのも全然平気そうだな。セッカと同じなら武器で攻めてくると思ってたけど、ここまで一緒じゃないか。まだ武器で戦うか。武器はもういいやって言いたいところだけど、この際だし、もっと楽しくスリリングにしてあげるよ。瞬間的に速度を上げた、それにしても速いってもんじゃ。ダメダメ、そんな迷いだらけの人たちなんて、避けてくださいって言ってるようなもんだよ。しまった。さあ、深淵なる忘却の世界に落ちろ。あの女の攻撃か。ダメだ、わけもわからなくなる前に。振動、能力無効か。すごい判断力だ。自身に変なデバフがかかるくらいなら互いに能力ごと消してしまえってわけか。多分もともと計画のうちに入ってたな。緑の時と同じだね。でも種も仕掛けもわかってるからね。不意打ちはもう不可能だよ。ここからだ。これが主様の聖剣弾。さあ、神を倒したその目、どれほどの代物か。なぜか、この戦い方？ネル姉様、聖剣弾使用でネル姉様の攻撃スタイルと完全に一致した。野良の言っていたことがよくわかった。攻撃の大きなネル姉様の攻撃、聖剣弾の攻撃、主様の攻撃の才能が大幅に開花した。聖剣弾状態の主様、一応裏では手がかけられない。普通にネル姉様と同等の戦いができている。これなら多少格上相手でも十分どころか、まだ優位に戦える。今の連撃だけでおそらく私と同じようにまともに食らえばヘブンズハート全員を倒すことだって可能。なぜなら私はヘブンズハートの中で一番体力がある。その私がもうすでに虫の息、私より体力のないメンバーがあれを食らえば、下手すれば2オーラ分でも耐えられるかどうか。主様、いい力を手に入れましたね。ですがまだここで満足してはいけませんよ。まだまだ課題は山積みなんですから。解除。もうダメだ。進行と経験弾の組み合わせは一番相性がいいけど、進行の消費オーラは全体オーラの何割消費計算だからごっそり持っていかれる。その上オーラ消費が激しい経験弾や経験弾、脳をすごい勢いで蝕む経験弾、もうこれ以上の使用はダメだと俺の直感が警告してる。能力は使えない、オーラもガス欠、脳も体も限界、本来ならまだ戦えるのに、ここまで短期決戦を求められるのか。残念だったね。相手が私じゃなければこの戦い、勝者はあなただったよ。間違いなくね。動けなくてもかぶからできる。もういい動き一つ取れないあなたに勝ち目はないよ。ジリン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 。潔く散れ。散れ、そうか。出血多量、俺に残された時間はわずか。確かに冬は里の胴体を真っ二つに切った。だが里の意識が途絶える数秒、この状況からまさか反撃が来るとは思いもしなかった。進行解除。もう形にも必要ない最後、里は海に消される覚悟で剣を出し、ウルが攻撃の勢いで動いている先に召喚した。それはウルの移動を完全に突いた不意打ち。この勝負は里の攻撃で即死したウルの敗北、そして即死したウルの3秒後、意識が途絶えた里の勝利となった。こうして7戦目が終了した。ここで8戦目に入る前にソフィア視点に移動する。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。